さあ、ガッドリー対誠ですね。さあ、日野さん、いけるか。ここで勢いを止めることができるのか。さあ、勢いを止めるのはね、やはり日野さん、自分の攻めの勢いを持って止めるでしょう。しかし、そうはさせないのは藤原さん。さあ、どっちが勝つんでしょうか。ガードは硬い。あー、対空。前大パンとバックステが張り合う。さあ、正中線が溜まっているので、まだ終わりはしない。正中線がどういうタイミングで決まったとしても終わんですか。狙いすました。下ボロちょい残る。バラ重ねて、さらに下段重ねる。さあ、藤原さんかなり上がってますね。さあ、空中釣りから早手。さあ、2発目があります。中盤、さあ、中盤の先を剣、結構痛いですね。空対空落として、中盤、早手、正中線、5段突き、ここは使っていきます。ダッシュから草、一瞬の気をついて、篠野さん取り返す。さあ、ファイナルラウンド、SA ゲージ的には藤原さんの方が優勢ですが、スタート、タッチプレー。さあ、これは立ち中継ノーキャンセル。ロケットアッパーがちょっと出なかった形か。さあ、バックステを読んでいたのか。ダッキングアッパーで突っ込んできて、一度確認ロケットアッパー。さあ、バラは重ねずに投げに行く。ダート2発目があります。さあ、危ない。さあ、日野さん踏ん張れるか。これまだ正中線があるんで分かんないですよ。さあ、決めに行ったが冷静にしゃがみガード。藤原さん2人抜き。